同じ過ちを繰り返すジムのレビュー、始まるよ。今回はキリンチャレンジカップ、日本対アメリカのレビューを行います。この試合、スコアは2対0。日本の完勝で終わりました。前半を優位に進めカウンターから先制点を手にし、後半に3強のドリブル突破で止め、森保ジャパンを得意のパターンがハマったと言っていいでしょう。じゃあ試合内容も素晴らしかったかというと、そうでもないところがあるので詳しく見ていきます。まず試合序盤、日本は苦労します。アメリカの保持に振り回されました。アメリカは右サイドでインサイドハーフが降りてサイドバックが前に、サイドハーフが中に入る動きを見せます。サイドバックのマークをする久保は彼に釣られて最終ライン近くへ。前にいるインサイドハーフに圧をかけられず、インサイドハーフをマークする森田も、圧をかけに行けば空いたスペースを使われるし、行かなくても遠藤とのコンビに三者堂のような形で数的不利を強いられ、自由を謳歌するインサイドハーフから縦パスを入れられる。アメリカのポジションチェンジを使った保持に苦労していました。しかしこれをすぐさま修正した日本。きっかけは久保の立ち位置。あまり下がらなくなりました。4-4-2 の4のラインを崩さないように立ち、インサイドハーフが降りてきたらすぐにプレスへ行ける状況に、森田が前に出る必要はなくなったため、バイタルエリアのケアに専念できるようになりました。前述した三者堂への配球も、久保がプレスすることで縦パスの精度を落とすことに成功。配球を断つことでボールを脱出し右サイドの保持をストップ。そこから日本のカウンターを行うことに成功しました。カウンターを食らい始めたアメリカはこれで終わらず、様々な形で日本の 4-4-2 に対して保持の安定を図ります。まず左サイドバックが3バックの一角になる形。前田、鎌田の2トップに中に入ることで3対2の状況を作ろうとしました。しかし伊藤が前に出てプレス隊を3枚にした日本。伊藤が開けたエリアも使われなかったためこれは機能しません。続いてはセンターハーフが降りるパターン。左サイドバックが中に入る形はマークする伊藤が前線の選手なので前に出た対応された。ならばセンターハーフの選手が降りれば森田、遠藤はついてこないし機能するのでは。ってことでこの形で3バックを作ります。実際日本のボランチコンビはついてこず、前田か鎌田に3対2を作ることに成功しましたが、これも機能はせず、日本の2トップが横パスを切りながらプレス。数的優位の恩恵を受けづらいプレスをされたことで、これも機能せず、右インサイドハーフが降りるのも含め、アメリカの3通りあった保持は全て日本に対応されました。ちなみに日本は保持も機能。アメリカの非保持は 4-3-3。日本は4バックのため3トップに数的優位を取れます。これで吉田と冨安はゆっくりボールを持つことに成功。当然センターフォワードやサイドハーフが横パスを消しながらプレスしますが、3トップの間に位置する遠藤と森田にパスすることでこれを回避。これにインサイドハーフが対応してくるのであれば、空いたバイタルを久保や鎌田といった間受け職人が利用。後方の余裕から中盤へ縦パスを送れ、ボール保持を安全に行うことができました。そんなわけで攻守ともに機能した日本。1対0でリードして前半を終えます。いいところがなかったアメリカでしたが、後半は日本を苦しめます。保持も非保持もやり方を変えました。まず非保持は右インサイドハーフを前に出して 4-4-2 プレス。日本の 4-2 ビルドアップに形を合わせ、ゆっくりボールを持つ余裕を削ります。ビルドアップ帯に自由がないため、前線の選手へ配球することもできず、早めにボールを手放すことが多くなりました。続いてアメリカの保持。右上がりの 3-4-3 になりました。前半も左サイドで似たようなポジションチェンジをし、機能しなかったアメリカ。それと違ったのは、久保が動いた後のエリアを使えたこと。ウィングバックをマークしたりインサイドバックへプレスしようと動いた際、森田との間は広くなります。これを上手に狙ったアメリカ。オフェンスハーフが森田の横にポジショニングし、インサイドバックからの縦パスを受け取っていました。森田が極端に動けば、センターフォワードへのパスコースが開くためそこへ鎖のパス。こんな感じで攻守ともに機能。アメリカ優位の時間が続くこととなります。しかししばらくするとアメリカの保持がペースダウンし始めます。きっかけはまたしても久保。
第3バックなので前に出ていきたいところですが、じっと我慢して 4-4-2-4 の部分から動かず、中盤の列で中を切る立ち位置を取ります。これで森田、遠藤がカバーしなくてはいけない範囲を縮小。アメリカの前線に送るパスを2人でフィルタリングしやすくなりました。代償としてウィングバックはフリーですが、ここは中山が対応。前半に続き、久保のポジショニングで肘を機能させました。しかし残念だったのは、右サイドはこれが機能しなかったこと。伊藤も中に絞ったポジションを取るのですが、冨安はウィングバックへ対応せず後方に留まったまま、ここからボールを回されることが多くありました。で、これがさらに残念になったのが選手交代が起きてから、久保と伊藤に代わって、山頂と堂安が入りました。これで左サイドの守備も崩壊します。山頂はインサイドバックがボールをある程度持ち運ぶと、自然とウィングバックのマーク平動。中山と守備の対象が被り、森田がカバーすべきエリアが広まってしまい、守備に大きな穴を開けました。堂安は最初中に絞る立ち位置を取りましたが、やはりウィングバックへ冨安が対応しなかったため機能せず、じゃあしょうがないってことでウィングバックのマークに赴き、こちらも遠藤のカバー範囲を広げてしまいました。アメリカは途中からセンターハーフの一角がバイタルへ入り込み、3-1-5-1 のような形へ、センターフォワードに頼らずとも遠藤、森田に数的優位を強いる布陣を取り、日本の守備ブロック内で悠々とボールを受けることに成功。攻守ともにずっと俺のターンが続き、日本はてんてこまいな状況になります。とはいえアメリカは決定機は作れず、ボール自体は回るのですが、いわゆる違いを作れる選手、素晴らしいパスやドリブルを行える選手がいない。なのでポゼッションできるけど崩しまではいまいちな時間が続いた後半。日本は追加点を手にし、試合を決定づけます。きっかけは中山の偽サイドバック。後半開始しばらくしてから冨安もやっていましたが、彼らがサイドハーフの裏に入ることで間受けに成功。アメリカのサイドハーフは前への意識が強いため、中山、冨安の動きについてこず。ここでボールを落ち着け、ダメ押し弾の場面では中山から未調にボールが渡り、ドリブルから見事なシュートがゴールへ突き刺さりました。ちなみにその少し前に日本は選手交代で原口を投入。最終ラインに置くことでアメリカの 3-4-3 と、形を合わせる布陣に。これでオフェンスハーフを伊藤、冨安で捕まえ、ウィングバックの対応も原口と中山に。マークの対象がはっきりしたため、中盤より前の選手は無理に守備に翻弄されることはなくなりました。これで最後はアメリカの保持も封殺し試合は終了。結果だけ見れば最高の試合となりました。悪くない試合だったとは思います。とはいえ後半はアメリカにいいようにやられたのも事実。それも 3-1-5-1 に、皆のトラウマ、アジアカップ決勝戦と同じやり方でです。それに明確な答えを示したのが久保のみっていうのは悲しいですね。何も成長していないってことです。最後 5-4-1 で対応したって言っても、原口の投入は86分ですから遅いよなぁと。ただ、右サイドの中央絞りが機能しなかったのは少しだけ理解を示していまして。このサイドでフリーだったのは、前に上がってきたサイドバック。伊藤や堂安のちょっと後ろにいたので、冨安が出ていくには遠すぎたかもしれません。また、冨安が前に出ていく守備をした際、彼が開けたエリアにセンターフォワードが流れて、吉田と1対1になる場面を作られました。皆さんご存知の通り、吉田のスピードはウィークポイント。そこをさらされるとまずいと感じて、冨安は自重したかもしれないので、批判するのはかわいそうかもしれません。まあ未調はフォローのしようがないですが、あと未調を投入する際きちんと指示しなかった首脳陣も、せっかく久保がお手本を見せてくれたんですから、それをなぞってほしかったです。ちなみにウアイ初戦のドイツ代表、3-1-5-1で保持を行います。さて、日本はこれにどう対応するのでしょうか。5-4-1に形を変えるのか。サイドハーフの中締めを標準装備にするか、何もない 4-4-2 でカタール戦のリバイバルになるのは勘弁したいので、森保さんお願いします。そんな感じで今回はここまでです。また動画を上げようと思いますので、気にしていただけると嬉しいです。ではまた。